てってててててて、てんぐ。はい、ということで、てんぐですけども、今回はポケモンバンクの中にあるポケムーバーについてね、解説していきたいと思います。まあ、何かっていうと、この古いゲームありますよね。金銀とか、まあ、青とか赤とか、そのね、昔のポケモンのソフトにいるポケモンを、このね、バンクに移動して、で、ホームにね、移動するっていうね、方法なんですけど、まあまあやっていきましょう。まずはバンクを開きます。で、これでプッシュスタート押しますと。はい。そしたら、ありますね。はい、ありますね。ここにあるように、ポケムーバーのダウンロード。こちらをね、行いましょう。はい。対応しているゲームソフトからポケモンを連れてくることができますと書いてありますんで。はい、こちらダウンロードしましょう。これね、Nintendo e ショップから直にはできません。ポケムーバーはポケモンバンクからダウンロードするというね、ことなんで。はい。で、まあいいや。Nintendo e ショップに移動しますとありますんで、はいとね、やります。そしたらね、まあゲーム、これ大丈夫か？あ、いいんだよね。終わりますんで、終わりましたら E ショップ行きます。はい、出ました。ポケムーバー。ポケムーバーはポケモンバンクをダウンロードすると追加で無料ダウンロードができるソフトとね、書いてありますね。で、ポケットモンスターブラックホワイトとか、古いカセットですね。古いカセットの、まあ、ポケモンバンクなんで、これね、ダウンロードしてください。これしないとね、できないんで。俺、クリスタルね、結構ちょっとやってたんで、何体か移したいのあるんでね。そうだな、爆風とか、まあ、スイ君とか、移したいんで。で、これ今すぐやってくださいね。はい、今すぐやったら、ちょっとこの SD カードね、4ギガぐらいは欲しいんで、まあ、SD カードない人は買ってもらってください。まあ、大体多分あるとは思うんですけど、どれくらいかな、容量は。多分ね、まあ、ムーバーはね、バンクの追加ソフトなんで、そんなに時間はかかんないと思いますけど、まあ、待ちましょう。さあ、そろそろか。あ、てか、来たな。はいはいはい、来ましたね。これで、ムーバーもダウンロードができたと。で、もう終わりなんで、またね、お家のマークを押してください。そうすると、ホームに行きますんで、あ、来ましたね、来ましたね。開きましたね。そしたら、始めてください。はい、始めまーす。始めまーす！言いづれーな。来ましたね、はい。じゃあ、プッシュスタートボタン。まあ、A ボタンですかね。A ボタンを押したら、はい、出ましたね、クリスタルバージョン。まあ、僕これしかないんで、1個しかないんですけど、赤とか緑とか、まあ、金銀とかある人は、何個か出んのかね、わかりませんけど、まあ、いいや、やっていきましょう。このゲームソフトを使うと。はい、使っていきましょう。はい、来ましたね。で、もちろんね、ネットは繋ぎますからね、皆さん。まあ、3DS はね、ネット無料なんでね。はい、まあ、そこはいいですよね。うん。はい。で、これ注意ですね。元のゲームソフトに戻すことができなくなりますとね、書いてありますんで、まあ、ここ、本当に慎重に選んでくださいね。あ、そうなんだ、道具はダメなんだ、マジか。転送するポケモンのニックネームや、親の名前の中に、他の人を不快にさせるような、Nintendo 3DS では使えない言葉が含まれているときは、ニックネームや親の名前を書き換えて転送します。マジか、どうなるの？欠番とか。え、マジか、ダメなの？あ、卵もダメなんだ。そうなんだ、結構ダメだな。マジか、だいぶ減ったんだけど。あ、そっか、こんな感じになるんだ。へえ、じゃあわかりました。ちょっとボックスに、俺のメインパーティーね、移します。はい、クリスタルのね、メインパーティーをボックス1に移したんで、このボックスをってことは、ボックスごとなのかな？あ、ごとっぽいですね。ボックスごとポケモンバンクに移動してって感じか。まあ、それはそれで楽なんでいいですね、別にね。いらなければね、ホームに逃がせばいいし。オッケー！行きました、これで。どうですか？え？ちょっと待って。あ、なるほど。で、バンクに行くのか。わかったわかった。バンクに行くんだな。わかったわかった。で、これでじゃあバンクに行きましょう。さあ、バンクちょっと見てみますか。このゲームソフトを使うでいいのかな。あー、いましたいましたいました。転送ボックスにいますね。はいはいはい。じゃあこれでいいんだ。多分これを、どうすればいいんだろうな。このままでいいのかな。転送ボックスでいいのかな。ちょっとわかんないけど、多分これで、あとはなんか、スタートとか押して、例えばこれをこうやって、で、1の方に、
これしないと多分ダメなのかな。この方がいいかもしれませんね。転送ボックスよりもバンク1にした方がいいかもしれません。で、この状態であとは、戻って X でレポートしましょうね。 X で、はい。で、あとは前回の動画で説明したようにバンクからホームへ引っ越せば、今のポケモンたちがホーム上で見れるということですね。わかりにくい部分もね、あったかもしれませんが、今だけ無料なんで、ぜひね、使ってみてください。ということで、ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。あとですね、私、公式 LINE 始めたので、概要欄のリンクからか、この画面のね、QR コードから追加できますんで、よければ追加もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。さよなら。